はいいじゃあ始まりままりしたハイチのダラ,ダラジオ第74回ででございますで今回のテーマはね大人の言うことは聞くべきっていうであとサブテーマが聞くってっていうとことを大人の方が多いものとまあそんな感じで話していこうと思いますでえっといろいろねまず謝罪から入るよえっとねあのまあ多分そこまでひどくないんですけど <laughs> ちょっとですね喉がおかしいというか 咳が出るんすすよすごくなので今みたいにちょっとねゴホゴホ言うかもしれないんですがちょっと、ね、聞き苦しいテーマをお許しいただきながら聞いてもらえたらと思いますよっしゃじゃあ行きましょうでね今回もねあのー、まあ子供たちというか多分中3の子やったかなからもらった相談を元にちょっと話していくんですけど今回のテーマはまあもうタイトル通りですよね大人の言うことは聞くべきなのかとでまあこれに関してなんですけど結論から言うと聞くべきやと思っています 俺はね、でも、そのサブテーマに書いてある、聞くってっていうところをね、ちょっと俺はすごく意識してることがあって、例えばだ、ね、よ、これはあれだよ、俺がね、まあ、約もう30になりますよ、もうちょっとで、ね。約30年間生きてきた中で、勘違いをしてるのかもしれないですけど、大人の言うことを聞くって、もう言うこと聞きなさいみたいな、大人の言うこと聞きなさいみたいなことあるじゃないですか。でそれって、大人の言う通りにするみたいな。 感じのの印象が個人的には強いのねでもそうじゃなくって言うことを聞くって普通に日本語読んでったら大人が言ったことを聞く耳でねちゃ,ちゃんと話を聞きなさいっていうことやと思ってるんです俺は言う通りするんじゃなくて言ってる話を話を聞きなさいっていうのことなのかなと思っていて。 言う通りにするねお大人が言った通りにするっていうことであれば聞くべきではないです別にそこは強要することじゃないと思ってるんで聞かなきゃいけないこともあるし聞かなくてもいいこともある言う通りにしな,きゃいけない、ね、しなきゃいけないこともあればしなくていいこともあると思ってるでも大人が話したことこれね大人だけじゃないんだけど、まあ、つまり人の話を聞けっつうことなんだけど俺が言いたいのはねそうだから大人の言うこと発言したことをちゃんと聞きなさいっていうことであれば聞くべきだと思っています はい、でこれがなぜかってねなぜかっていうとあのー、こうまあ大人とか子どもっていうカテゴリーを分けないで、ね、もう人間と人間っていうところで考えるべきだと思ってますけどでも、あのー、子どもたちねその10代の子たちよりも例えば大人お父さんお母さんだったらまあ30代40代50代だと思うんだよねで自分はもう30代になりますけどそう例えばその大人とね言うべき人間たち のの方が絶対にと言っていいいほど多いものたまにね子供たちの方が多いところもあるんだけどほとんどない。で何が多いかってそれはね失敗のの経験の数なんだよよく俺経験値って話をするんですけどやっぱり失敗あれだよ成功の経験も同じですけど失敗の経験まあ失敗談だよね失敗の経験の数成功の経験の数っていうのはやっぱり生きてる時間が長い方が失敗する特に失敗の方。 でなんでお父さんお母さんがね例えばあれをしちゃダメよとかこれをしときとき勉強しなさいとかよく言われるでしょまあ、そういうこともそうだしなんで言うかっていうといっぱい失敗してるからなんだよねでいっぱい失敗してるとどういうことがわかるかっていうと今のみんなの姿を見ててこうこうこうやってたらこうなっちゃうよなっていう失敗が想像できるなぜなら自分が経験したりするからもちろん自分が経験しなくても周りの友達とかね知り合い、まあ、家族 ね、関係でも何でもいいですけど同じような失敗をしてる人がいるってなると想像ができるんだよねそう、まあ、だからガミガミ言ってしまうってとこもあると思うもちろんそれだけじゃないけどねそんないい理由だけじゃないかもしれないけどねなので、まあ、今回ね相談もらった内容がそのこんな感じだったんだよすごい言われるとでもうムカつくと <laughs>、ね、で正直なんとかしなさいって言われるってムカつくんだよねムカつくというか、まあ、ちょっといい,気分はいい気はしないよね これはまあ大人になってもそうっす。あの、会社に入ったとしても言われるからたくさん。うん。でもその時にもちろんね、理不尽なこともたくさんある。これは多分お父さんお母さんと、まあ、息子娘っていう関係でもあると思うきっと。うん。なんでそんなこと言わなきゃいけねえんだみたいなね。だから今回のは、まあそういう考えもあるよなぐらいで聞いてもらえたらいいです。ね。あの、絶対にそうなんだってわけじゃないし、そこに該当しない方もたくさんいらっしゃるからね。うん。けれど、 やっぱり大人のののの方が圧倒的に多いのはその失敗の経験談だから失敗をたくさん経験している人の話って聞いた方がいいんだよなぜならそうなる可能性があるから、うん、でもさっきもね最初にも言ったけど言う通りにしなきゃいけないかって言ったらそうじゃないだから失敗した人の話を聞いてああそっかそっかじゃこうやったらこういう失敗になる可能性があるんだなってあ一個勉強になったなぐらいに思ってほしい うん、だからそのためには耳を傾けなきゃいけない、ねあのー、年頃っていう、ね、年齢の自分もそうでしたけど親の話っても全てがうざく感じる時があるあるんだよねそう。あの,他の人に同じこと言われたらそんな風に思わないのにお父さんお母さんに言われるだけでなんかムカつくみたいな時期もあるんだよ実際、うん、それが悪いとは思わないけどそのね感情が出てくるのは構わないけど心のどっかででもその1個の 例えば自分より長く生きてる人間の話を聞こうっていう姿勢だけは忘れない方がいいですそれは親子関係だけではなくってさっきも言ったように会社に入ったりまあ先にみんなバイトがね先かもしれないけどバイトにしたりとかで会社に入って勤めたりとかした時には必ずすごく大事な姿勢になるのでその話を聞くっていう姿勢はねで人の話を聞かないっていう人は信頼されないです基本的に っていいうことが多いからね自分もそういう経験をいっぱいしてきたから。あの、もともと、自分一人何でもできっつえ、みたいな、<laughs> そういう感じのスタイルを取った時期があって、めちゃくちゃ痛い目を見たから、俺、それで。うん、だからもちろん、それでうまく人もいるとも、きっとね、一人の方がうまくいくとかね、いう人もいるけどさ。けど、まあ、そういう風な考えもあると、ぜひね、覚えておいてください。 ではね今回ちょっとねあのサクッとしただけお伝えしようと思ったのであの短いんですがまあ見たままにはねこんな短いのもありでしょうでは今回はハイチのダラダラジオ第74回テーマ「大人の言うことは聞くべき?」でね喋らせていただきましたえ今回もねここまで聞いていただいて本当にありがとうございました で、最初に言おうと思ったんだけど、あのね、今回スタンプが押してあるんですよ。ハイチのダラダラジオっていうタイトルの左上と右下にね。これね、あの、俺四つ葉のクローバーが好きなんですけど、それでね、スタンプをいただいたんです、ちょっと。で、いただいて押したんですけど、左上はね、強く押しすぎ、失敗しました。めっちゃ滲んでるでしょ。で、悔しいから、ね、もう一回右下に押してみたんですけど、いけ。あのー、たまに押していきますんで。<laughs> そうそう、せっかくね、こう押しあの、使った、なんだ、いただいたんで、 このダラダラジオの時に押そうと思って前回のねダラダラジオの時にももうもらってたんですよなんですけど押し忘れちゃったんでまあねたまにえっ、ー、と毎回押すようにしてますけどきっと忘れる <laughs> でもねまあそんなんが押してあったらあなんかもらったやつやななんて思ってくださいでは次回はですねえっ、ー、と28日ですよね2月の末で3月に入る直前なのでおそらくえっ、ー、と発表が できるかと思います。はい、あのずっとやってた仕事のね発表ができると思いますんで、もしよかったらねそっちの方も聞いてみてください。もじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。